どうも、全力投資です。 3月28日木曜日、本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画なんですけれども、昨日から引き続き、特に資産額を公開する以外に、何か皆さんにお伝えすることがなくって、資産額に関しても多分サムネイルで出ている通り、もうかなり凹んだっていうところ以外は、特にトピックスがないわけなんですけれども、これだけ株価沈んでますので、今日は新しく買いたい銘柄なんかも結構探していましたので、動画の後半、ちょっと買ってみてもいいんじゃないかという銘柄を紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。 ですということでいつも通り本日の日本株の振り返りからやっていくんですけれども今日は日本株配当地日ということで大幅下落となっています日経平均に関しても上値を抑えられているような感じになっていますのでチャートの形自体はちょっと嫌な感じだなといったところではあるんですけれども昨年も配当地で沈んだ後4月に入ってからは結構な勢いでまた値上がりをしていきましたので明日あたりはまださすがに株価は戻してこないと思うんですけれども先行きはあんまり悲観せずに見守っていきたいなと思ってます 日経平均本日の日中足ですが、3月28日は昨日よりもだいぶと安いところから寄りついた後、前場に関してはじわじわと下げるような展開になっていまして、5場に関しても2時を過ぎたぐらいから一段と下げるような展開になっていましたので、日経平均本日は全く強さが感じられない1日だったんですけれども、株価は今日一度も4万円を割っていませんので、このあたりはね、4万円の底値っていうのが意識された動きだったのかなと思います。 そんな結果、3月28日の日経平均は、昨日に比べてマイナス1.46%、値下がり幅で594円、終わり値で4万168円となっています。さっきもお伝えした通り、株価本日は4万円を一度も割っていませんので、このあたりはね、弱い相場の中でも一つ収穫だったかなと思います。 次にトピックスを見ていきますが、今日はトピックスの下落が結構ひどかったですね。日経平均同様にトピックスも昨日よりもだいぶと安いところから寄りついた後、前場に関してはじわじわと売られるような展開、後場に関しても2時を過ぎたぐらいからまた一段と売り込まれていますので、日経平均引けに向けては若干戻していたんですけれども、トピックスに関しては引けの戻りに関しても、日経平均ほど強くはありませんでしたので、今日はトピックスはなかなか厳しい1日だったかと思います。そんな結果、3月28日のトピックス、昨日に比べてマイナス1.73% 値下がり幅で48ポイント終わり値で2750ポイントとなっています。ということで本日は日経平均よりもトピックスの方が下落率としては大きくなっていたんですけれどもそんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと楽天証券で保有している金融資産額3月28日は昨日に比べてマイナス61万3654円となっていまして証券口座内の資産合計額で3766万8287円となっています。 ということで、配当値比ということもありまして、私の楽天証券に保有している金融資産額も今日はかなりの下落率になったんですけれども、日本株のポートフォリオで言えば、本日1.87%ぐらい下落していましたので、トピックスよりも若干下落率としては大きい状況でした。ということで、個別株の値動きを見ていくんですけれども、個別株の値動きといっても、今日は売られた銘柄がほとんどでしたので、見るのも嫌になるような状況なんですけれども、建設とか設備関連に関しては全部大きく下落となっていまして、私普段高配当株をメインで 投資していますので、どこの銘柄も配当分ぐらいはきっちり値下がりをしているという状況です。で、その次 JC リクルートメントがマイナス5円ですね。まあ、このあたりは比較的底堅いというか、下落率としてはマシだったかなと思います。 って言っても JC リクルートメント、こちらは3月の兼領地銘柄ではありませんので、兼領地銘柄でもないのに今日売られているということを考えれば、このあたりが本日の値動きの弱さだったかなと思います。で、アルトナーがプラス33円ですね。アルトナーはしっかりした値動きになっていますが、その下からも全部弱いですね。はい、エレマテックとか東京エレクトロンデバイス、このあたりもしっかり売られてます。 当日に関しても本日はマイナス107円となっていまして、当日ここ直近かなり強い値動きをしていたんですけれども、今日は大幅下落となっています。で、ヒューリックに関しても小幅下落なんですけれども、ビルとかヒューリックリット投資法人、この辺りに関しては値動きなしとなっています。で、そこから下も全部弱いですね。SRA ホールディングスなんかも本日はマイナス105円となっています。はい、そんな中でも今日強かったのが J タワーですね。こちらがプラス75円となっていまして、株価も久しぶりに4000円に戻してきています。 で、そこからもずっと売られているような状況なんですけれども、日本電気ガラスは本日プラス95円となっていまして、こちらの銘柄は強かったですね。なんですけれども、そこからした3月の権利取り銘柄ということで、どの銘柄も結構売られてますね。はい。もう買われた銘柄を見つける方が結構難しいんですけれども、白銅とか東京精密、このあたりも全部売られてます。東京精密に関しても本日はマイナス270円ということで、大きく売られてます。 でクレステックとかタカランドカンパニーこのあたりは強いですねなんですけれどもそれ以降も結構弱いですね消費者株に関しては配当金の金額も結構大きいんですけれどもそういった影響もあってか今日は伊藤忠から伊東中 NX までどれも大きな下落率になっています 金融関連の銘柄に関しても同じような状況ですね。で、ソンポホールディングスが本日から株式3分割ということで、先日までは株価も9600円ぐらいだったんですけれども、本日からは3000円ちょいちょいぐらいの株価になっていますので、ソンポホールディングスは割と買いやすい銘柄になってきたんじゃないかなと思ってます。 で、その次また不動産セクターですけれども、イオンモールとか東制、このあたりも値下がりしていますし、そこから少しした情報通信セクターあたりも全部値下がりしてますね。で、日本電源開発に関しても本日は大きく下落をしていますが、1年とかクレオとか、このあたりも結構な下落率ですね。で、ヤマダホールディングスに関しては本日マイナス11.7円となっていまして、ヤマダホールディングスも優待とかが結構人気の銘柄になりますので、やっぱりこのあたりの権領地が結構大きく影響していたかなと思います。 ということで、私が保有している銘柄で言うと、多分6銘柄ぐらいしか値上がりしていなかったかなと思いますので、持ち株のうち値上がりした銘柄で考えれば10、10%以下というような状況でした。そんな結果、楽天証券で保有している金融資産額、3766万8287円となっています。今日大きく値下がりするのは、ある程度想定していた値動きではあるんですけれども、思っていた以上に値下がりをしてきていますので、このあたりはやっぱりなかなか辛い一日だったかなと思います。 次に、楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが、3月28日終了時点で4270万6925円となっています。 総資産額4300万円を割ってきているんですけれども今日権利確定した銘柄の配当金でいうと確か40万円から50万円分ぐらいの権利が確定したかなと思いますので今後受け取る配当金も考えれば実態としてはまだまだ4300万円は上回っているのかなと思ってますなんですけれども目先の数字としてやっぱり4300万円を割ってきていますのでこのあたりは週明け以降の株価の動きには期待をしていきたいと思います ということで、本日、資産額も大きく減りましたので、かなりショックな一日だったんですけれども、動画の後半、ここからは、今日の値下がりも踏まえて、この銘柄買ってもいいかなという銘柄をいくつか見つけましたので、私が新たに買い候補として、ウォッチリストに入れた銘柄を紹介したいと思います。ウォッチリストに入れた銘柄いくつかあるんですけれども、まずその一つ目がアジア航空ですね。こちらの銘柄、航空測量大手となっていまして、航空写真データとかね、そういったものを作っている会社になるんですけれども、今現時点で配当利回りが4.28%となっていまして、 配当利回り結構高いんで、すよね PBR に関しても1倍を割れていまして、PR に関しても10倍を割れている状況ですので、株価としてはかなり割安かなと思うんですけれども、こちらの銘柄ウォッチリストに入れた理由が、業績がめちゃくちゃ安定してるんですよね。直近10年間で見れば、利益面はマイナスになる年なんかもあったりするんですけれども、利益面もしっかりと成長していますので、個人的にはなかなかいい銘柄なんじゃないかなと思ってます。で、株価で言うと3月28日終了時点で1027円となっていますので、 株価も比較的買いやすい銘柄かなといったところで、今後アジア高速に関しては購入を検討していきたいと思います。 で、ウォッチリストに入れた銘柄の二つ目が、宮寺エンジニアリンググループですね。3月28日終了時点の株価で4250円となっているんですけれども、今現時点で配当利回りが4.24%ですね。で、こちらの銘柄は橋とかを作っている会社になるんですけれども、特殊工事とかが得意なゼネコンになっています。で、こちらをウォッチリストに入れた理由なんですけれども、この銘柄もやっぱり業績安定してるんですよね。直近10年で見ても売上高しっかりと上がってきていますし、利益面に関してもしっかりと成長してきていますので、当期利益で言えば、 マイナスになっている年なんかも目立つんですけれども営業利益はねかなりしっかりと成長してきていますので営業利益がしっかり上がっているという点でこの銘柄はなかなかいいんじゃないかなと思ってますでウォッチリストに入れた銘柄の3つ目なんですけれども萩原電気ホールディングスですね3月28日終了時点の株価で4430円となっていますこちらの銘柄も PBR で言うと1倍を割れていまして PR で言っても8.0倍になっていますのでかなり割安銘柄かなと思います 買取り,回りに関しては4.81%ですねで。会社としては電子部品技術商社ってなっているんですけれども社債デバイスでマイクロコンピューターとか SOC とかそういったものを提供している会社になっています半導体製造装置を作っているような会社ではないんですけれどもそういったところとも結構関係がある会社かなと思ってます はい。で、こちらをウォッチリストに入れた理由なんですけれども、やっぱり業績ですね。売上高順調に成長していまして、営業利益に関してもかなり成長してきていますので、このままのペースで成長していくようであれば、なかなかいい会社かなと思うんですけれども、今現時点で売上高も2300億円ぐらいありますので、ここから先、売上高が倍とかになっていくかと言われれば、そこまでの成長は見込めないかなと思うんですけれども、それでもまだまだこの先、しばらくは成長していく会社なんじゃないかなと思ってます。 似たような会社でいうと東京エレクトロンデバイスを持っているんですけれども東京エレクトロンデバイスは去年1年間で見ればかなり値上がりをしていたんですけれどもこちらの銘柄はまだそこまで値上がりをしていませんのでもしかすると見直し買いがこの先入ってくれば株価も上がっていくかもしれないですねはいでウォッチリストに入れた次の銘柄 MCJ ですね現時点の株価で1339円となっていましてはい通り回りでいうと3.26%ですね MCJ 株価はここ最近じわじわと上がってきているんですけれどもこちらの銘柄マウスっていうパソコンを作っている会社ですね 少し前はかなり積極的に広告を出していましたので、マウスコンピューターって言えば結構知ってる方もいるんじゃないかなと思ってます。で、ウォッチリストに入れた理由なんですけれども、やっぱり業績ですね。こちらの銘柄も安定して業績が成長してきていますので、まだまだこの先成長してくれるんじゃないかなと期待しています。 その他にも2、3銘柄ぐらいウォッチリストに入れた会社があるんですけれども他の銘柄に関してはまたこの先の動画で機会があれば紹介をしていきたいと思います。ということで本日私の資産額残念ながらかなり減ってしまったんですけれども株価が下がったタイミングでは新たに銘柄を仕込んでいくチャンスもあるかなと思いますのでそのあたりのチャンスは引き続きものにできるように各企業の値動きしっかりと見ていきたいと思います。以上。